ヨーヨは歌人老一神君の最年少の弟子だ。リーウェの仙人は不思議なもので、ほとんどはあまり姿勢に姿を見せないが、ひとたび好意を持つ人間に出会うと寄ってたかって仙法を伝授したり宝物を授けたりする。ヨーヨもそのうちの一人だ。仙人たちの手ほどきにより、この幼くも熱意ある弟子は今もすくすくと成長している。ヨーヨ、ちゃんとみんなのお世話をするよ。ヨーヨの年齢は仙人を探して尋ねることの妨げにはならなかった。その生来の好奇心もかえって仙人たちの寵愛を集めた理由だ。仙人特製のユエーグエイと草元素の力を組み合わせて使う彼女に、ある仙女は心から喜んだという。たとえ鈴の音を伴おうと、自然界の生き物は彼女を警戒したことがない。チーム内にヨーヨがいるとき、地震キャラクターが象徴、トカゲなどの一部生物に近づいても気づかれなくなる。通常攻撃は槍による最大4弾の連続攻撃を行い、物理ダメージを与える。銃撃では一定のスタミナを消費して前方に突進し、経路上の敵にダメージを与える。元素スキルを1回押すと、とある仙人特製の仕掛けユエーグエイ投擲型が登場し、ヨーヨの悩みを解消してくれる。長押しでは照準モードに入り、投擲方向を調整可能だ。ユエーグエイ投擲型は白玉大根を投げ、仲間または敵に命中すると爆発し、一定範囲内の敵に草ダメージを与える。同時にヨーヨの HP 上限を基準に、その範囲内にいる仲間の HP を回復する。敵および仲間に命中しなかった場合、白玉大根はその場に残り、仲間または敵に触れる、もしくは時間で爆発する。ユエーグエイ投擲型は近くの状況に応じて白玉大根の投擲先を選択する。周囲の仲間全員の HP が一定割合を超えている場合、近くの敵一体に投擲する。仲間の HP が一定割合を下回っている場合、最も低い仲間に投擲する。周囲に敵が存在しなければ HP に関わらず仲間に投擲する。最大2体まで配置可能だ。天空繊維縄文解放後、白玉大根の爆発時、影響範囲内にいるキャラクターは一定時間ごとにヨーヨの HP 上限を基準に回復する。なおこの効果は一定時間継続できる。行くよイエーベイ。元素爆発ではとある仙人の言いつけに従い、緊急時にユエーグエイの潜在能力を解放し、周囲の敵に草ダメージを与え、軽視戦記状態に入る。軽視戦記状態中、生成された白玉大根の与えるダメージ及び回復量がこのスキルのステータス詳細を参照するようになる。また爆発時に周囲チーム全員の HP を回復し、与える草ダメージが元素爆発ダメージとみなされるようになる。この状態中、ヨーヨは自身の移動速度と草耐性を上昇させ、最大数に達するまで周期的にユエーグエイ跳躍型を召喚する。これは最大3体まで配置可能で、元素スキルによって召喚されたユエーグエイ投擲型と同じ行動パターンを持つ。本状態はヨーヨの退場時に解除され、終了時残っているユエーグエイ跳躍型はクリアされる。満天の星も子供の目には散らばる白く柔らかな身と変わらないのかもしれない。天風天聖霊楽解放後、元素爆発の軽視戦記状態中のヨーヨがダッシュ、ジャンプまたはダッシュしたままの状態にあるとき、近くの敵に白玉大根を投げ続ける。これは短時間のうちに1回だけ発動できる。大根は万病に効くわけではないが健康にはいい。あまり詳しくはないが、彼女の言葉に誠意があるのはわかる。戦闘中、ヨーヨの頼もしい助っ人であるユエーグエイは状況に応じてサポートをする。元素スキルでユエーグエイ投擲型を召喚すれば、フィールド上にいるキャラクターの治療または追撃をサポートできるだろう。元素エネルギーが溜まったら、ユエーグエイの潜在能力を解放して敵に草ダメージを与え、軽視戦記状態に入るといい。
この状態ではウェイグへ跳躍型を召喚でき、より多くの白玉大根を生成して仲間の窮地を救うことができる。俺は自身を悲観的だと認めている。全ての子供が善良であるとは言えないが、少なくともヨーヨーは模範的な子だろう。困っている者を見たくないから助けるという彼女の心は最も純粋で偽りのない優しさだ。幸い彼女の周りが必要とする助けはまだ手の届く範囲にある。人生の早い段階で挫折を味わうことはない。ともあれ彼女の前向きさと年長者たちの指導があれば、たとえ今後挫折を味わおうともそう変わらないだろう。人には脆弱な面があるが、簡単に潰れることもないのだから。